トカ,式カツオの「トカチャンネル」皆さんからの質問に答えます、えー、私はしょっちゅうね、えー、いろんなところで言ってますけどもあのスーパー、ね、挑戦者スーパーウェルウェルウェル日本ウェルタ級のチャンピオンだったのかな亀田明夫先輩その先輩があのアーロン・プライヤーというスーパーチャンピオンからダウンを取ったこれがもういかなり評判減ってますねもう本当に 回転してひっくり返って、そしてそれを跳ねのけて、またアーロンプライがぶわっとかかってくる。この試合はすごかったですね。素晴らしい。いや。この本当にカメラさんがね。一生懸命練習してやってれば勝つ可能性もありました。皆負ける負けるって言ってる人も多いんですけど。もちろんスーパーチャンピオンのアーロンプライヤーですからね。 ししかし先にダウンを奪ってその後もパッパッパパパッパッとスピードあるスタミナがあってどんどん打っていけば亀田さんが勝つ可能性は大でした、はい、そして勝ってれば本当にスーパーチャンピオンの、ねえー、名前ももらったと思いますね、うん、素晴らしい亀田さん最高で亀田さんがね本当に本当に練習してらったらでしょ、まあ、僕とか具志堅さんみたいに一生懸命練習してたら才能はもう抜群だったんでおそらく あ、日本ウェルタ級がね今誰もいませんそこは亀田さんが取ってたと思いますねいやいやこれ亀田さんウェルタ級の本当に今たった一人のチャンピオンだったかもしれませんよ社会チャンピオン日本のねあこれは幻で終わりましたけどもまあそのうちまた誰か取ってくれると思います頑張りますこの辺にぐしけんさんとのコラボ期待していますよく話題に上がる栃木勢亀田明夫さん 引きいる小口さん、小口さとしさん、山が高道さん、お山がね山が立ちむ、石戸石戸石戸忠夫さん、みんな強かったね栃木勢との現役時代のエピソードなどチャンネルで聞けたら最高です、うん。まあまあまあそのうちねあれしますけども、まあこあの栃木勢っていうのは本当にすごく。 うまかったんですね。才能がある人が多くてね。もうボクシング。亀田さん、小口さん。山賀っていうのは、山賀っていうのは、私の後輩ですけども。これは強かったですね。これも強かった。もうこの亀田明夫さん。小口さん。山賀っていうのは、ボクシングセンスがすっごくてね。かなり強かった。でも、この石戸、石戸太郎さんというのは、もう栃木の番長と言われてね。 相番って言われてすごい喧嘩が強かった。ボクシングじゃものすごいいいファイトするねファイターでしたよ。石戸さん。まあ石戸さんも亀田さんも小久さんも山賀も世界チャンピオンになれたんでしょうけどもやはり酒やタバコやまあそっちの方でちょっと <laughs> ね練習が百パーできなかったっていうのはあったでしょうね。この人たちが本当に僕と宇治健さんみたいに一生懸命やってたら。 おそらく世界チャンピオンになれたと思います。はい。そうそう。だ私のね、同期のあの。浜田剛君のね、同期の。朝、え、田、ー、義満、ね、元日本ライト級チャンピオンから。この間対談した時に、やっぱり同じこと言ってました。栃木勢はみんな強い。才能あった。しかし、いかんせん練習しなかった。えー、それですよね。それ、そこだけ。練習してたら、絶ぜ。 絶対にこの人たちはチャンピオンになってます。うん、あ、この間グシケンさんとはね、ちょっと、えー、ラジオでね、えー、ここのジムにスタジオを作りまして、そしてあのラジオ放送、グシケンさんと二人でここで放送しましたよ。じゃ楽しかったですね。グシケンさんはもう僕とはあのあ話をするときはもう元気の時とは変わらない感じでね、あの楽しい感じで、えー、接してくれますんで、私もちょっとあの、えー、シャレを入れながら。 エク検査もそれに応えてくれたり、まあ本当にあの楽しい、えー、スーパーチャンピオンだと思いますね。はい。次、えー、5年前に小腸骨にひびが入り、ずっとボルトが入ってます。たまに痛みますがこんな状態でもうボクシングやってる方いますか。昔からボクシングやりたいのですがこのせいで諦めて。 諦めたり諦めたりしてます。ボルト入ってるって、まあ事故でなんかね入れてるんでしょうかね。そういう人は私も何人か知ってますよ。ボルト入れててあのボクシングやってるっていうのは聞いたことありますね。浜田剛ね、体験事務代表もプレート入れてやってますからね。できますよ十分十分。そうあの片方のね手があの、えー、故障してる時はもう片方の手が チャンスを強化させる向上させるのにはちょうどいいんですよだからこのあの怪我とかした時はああしまったと思うよりあ、いいチャンスだよし片方の手を磨こうそう思った方がいいと思いますね、えー、浜田剛志帝拳自務代表は2年間ね左の拳を壊して2年間も 右手だけで練習した。その右手で世界を取ったようなもんですよ。えー、ということは、2年間の強化がすごくできたということですよね。だからあのああ怪我した練習休もうじゃなしに片方の手が空いてるならその手を徹底的に練習するチャンスだと思ってください。はい。だからあのこの方も諦めずにまず体験に来てね、えー、来てください。はい。もしくは走るのが速くなるかもしれません。ボルトっていうぐらいで。 はいそういうとにかく一度練習に来てください、はい、あと徳橋さんこんばんは毎回楽しく見させていただいてますとラマチェンコが負けたことでライト級がまた面白くなると思いますけどホルヘ・リランレスはまだ活躍できるんでしょうか畠山さんや内山さんくらい好きなボクサーですなので取り上げてもらえたら嬉しいです まあリナレスはね才能もあるし、えーまあ、かっこいいボクサーですからねぜひ続けてほしいですよねまあまあ年齢的にはもうきついでしょうけどもまあここ12年頑張ればまた世界戦見れるかもしれませんね期待の選手ですよね、うん、ああ8月の試合予定でコロナでダメだったんだ、うん、まあ ということはまだあの現役というだことでやろうとしてるんだから面白いんじゃないですか。えー、ロマチェンコもちょっとあのねあの戦死戦力が多すぎてちょっと体もあのね体力も落ちてきたでしょうから、まあ今だったら面白いんじゃないですか。このホルヘ・ディラネス世界チャンピオンに再び返り咲くこともできると思いますよ。ロマチェンコから最初にダウン取ってその後ねやられましたけども。 あのロマチェンコの動きにからすでダウン取るって素晴らしいですよね。まあリナレスはテクニシャンで綺麗なねワンツーも打つしストレートパンチャーですよね。うん、いやいい選手ですよ。えー、まだまだ世界の力残ってると思います。